本日のチョア、キューグです。今回はオキュラスクエスト2のおすすめコンテンツ5選について紹介させていただきたいと思います。一つ目がこちら、ビートセイバーというゲームでございます。このビートセイバーというゲームなんですけども、VR ではめちゃくちゃ有名なアクションゲームとなってまして、こちらね、オキュラスクエスト2、解像度が上がったことによってよりリアルに体験できるようになったということでございます。僕も遊んだことがあるんですけども、ぜひとも遊んでほしいゲームの一つとなってます。ビヨンドクロノスでございます。こちらのゲームなんですけど、有名なね、クロノスシリーズの完全新作がこちらのオキュラスクエスト2で出たということでございます。プレイヤーはですね、メテオラという超巨大異生物と戦うんですけども、こちらの舞台がですね、200年後の地球を舞台としている中でストーリーが進行していくということでございます。そしてこのゲームですね、決断補助システムっていうのがありまして、選択と決断の数々があるということで、その選択によってもしかしたら物語が変わってしまうかもしれません。物語を作るのはあなただそしてね、このゲームは大迫力のマシンアクションということで、ぜひともね、アクション好きな方やってほしいなと思います。スペースチャンネル5あらかたダンシングショーというね、ゲームなんですけども、このゲームなんですけど、音楽とねダンスを題材としたセガの有名ゲームスペースチャンネル5の世界観をそのままにこちらのオキュラスクエスト2で登場するということでございます。設定がすごく面白くてですね、未来の、宇宙テレビ局の新人リポーターとなってですね、先輩リポーターのねうららとね、ダンスポーズを決めてダンシングしていくと、そしてダンスを通して、地球侵略の危機を救うというねゲームとなってます。これかなりね、こう絵もねすごいこうポップな感じで楽しいですよね。そしてお次はスターウォーズのテイルズフロームザギャラクシーズエッジでございます。このゲームね、もう皆さんも言わずもがなだと思うんですけども、スターウォーズのゲームなんですよね。このゲームはですね、荒廃したカンティーナからストーリーが始まるんですけども、めちゃくちゃ有名なキャラクターが登場します。もうスターウォーズファン、そしてね、スターウォーズあまり知らないよという方にもぜひとも遊んでほしいなというふうに思いますね。銀河全体をね、冒険したり、物語が進んでいきます。そして5つ目がリトルウィッチアカデミア VR ほうき星に願いよというねゲームなんですけども、このゲーム、まあ僕もね昨日やってたんですけど、ほうきに乗ってレースしていくんですよ。そしてアップデートによってオンラインでね、一緒に空を飛べたりとか、ほうきをカスタマイズすることによって、まあほうきの加速度とかね、ほうきのその強さみたいのも上がっていくんですよ。それでは今回はリトルウィッチアカデミア VR ほうき星に願いよを実際でプレイしたいと思います。それではやっていきます。緊張するな、いきますよ。あー、周りに人いますね。いきます。始まるよ。まずは前傾姿勢でスタートします。3、2、1、レッツゴー。うぅー、やばい、3になっちゃった。うわー、これ横スレスレよ。横スレスレなんだよね、これ。あはは、危ない危ない危ない、取れた取れた。そしてアイテム取れなかった。マジかー。よし、俺ね、うわー、クマのせい、あぶない、バーバカ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 、めっちゃもう横スレスレ置くんだ。これ 3D で見えるからさ、よいしょ。これね、多分動画では 2D になると思うんですけど、クマロさん、クマロさん、クマロさん、クマロスとかが 3D で来るのよ。 3D で目の前に来るからめちゃくちゃあのねリアル。さあラスト、あーくそー、ちょっと俺クマロスとかに引っかかりすぎたか、俺くそー、よいしょ。あー、2位か。いや、これ本当に飛んでる感じがするんだよね、これ。ということで、今回紹介させていただいた5つのおすすめコンテンツについての詳細や配信日については、動画の説明欄を見ていただければなと思います。ぜひともオキュラスクエスト2で遊んでみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。